続きまして GT1 クラスにて見事にチャンピオンを獲得されたカーナンバー36番マクピー RF 青山の皆様です。おめでとうございます。とりあえず嬉しいですね。はい、お気持ちどうですか？もう率直に嬉しいです。はい、そうですね、まさかの青山さんドンと来ましたけども、はい、そう、そうですね、まあ、一番大きかったのは取りこぼしがなくてみんなこうそれぞれの仕事を完璧にやりきったっていうのが大きかったと思います。すいません、真面目なコメントでいえいえ、期待しました、ありがとうございます。はい、どうですか1年間まあ、シリーズ表彰、ディズニーランドホテルを行くのを目標にやってきたんですけども、最後の最後にこんなおまけがついてくるとはね、思ってもみなかったですね。もう最高の気分です。お疲れ様です。さあ、じゃあこの1シリーズで一番印象に残ったレースありましたら。参加できなかった第3戦優勝俺いなかったのにって、いなかったのに勝ってるみたいな。でも今回チャンピオン取れましたよ。まあ、B チームはちょっとそこそこだったんですけどね、よかったです。はい、はい、さあ何か印象に残ったレースありますか？毎回ちょっと会社の方もね、仕様があるって言って、まあ、サボってきて、もうその回あってシリーズチャンピオンね、慣れて、そう、こういうのね、まあ良かったかなと。じゃあこれはもう会社に自慢できちゃいますね。いや、それは言えないです。やっぱ言わないのこれはちょっと、いや、もう怖い怖い、とりあえず怖い。もう来年ね、こうしたら、ね、参加できなくなっちゃうから、それはちょっと避けたいですね。はい、ありがとうございます。さあ、1万円、1万円取ったんですね。わー、高かった。今日はチャンピオン獲得できましたけども、お気持ちどうですか？嬉しいです。自分もちょっと2戦目の時にですね、いなくて、はい、でその時も入賞してるんですけど、はい、ちょっと悔しい思いしてたんですけど、ちょっと雰囲気だけでも味わわせてもらって、はい、嬉しいです。はい、はい、おめでとうございます。後ろのお二方も嬉しいです。はい、一言じゃああれば。取ったのー。はい、じゃあ最後、じゃあ総監督に、はい、じゃあチーム員の皆様に一言お願いします。やったぞ、イエーイ。はい、じゃ皆様おめでとうございます。じゃ最後にカメラに向かって、はい、ポーズ、イエーイ。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。バイバイ